本当によろしいんですね。ではそのように進めますが。カラスマ先輩、兄貴どこに行ったか知らない？しかしそれでは社長は納得されないでしょう。シュウ、まだ時間はあります。もう一度考え直し。あ、もしかして楽器店かな。部屋に財布も携帯もなかったし、きっとそうだよね。黙れ、今電話中だ。あ、ごめんなさい。の、切りやがった。くそ。今の電話もしかしてシュウちゃん、何かあったの？新曲の制作、気が乗らないからやめるそうだ。あらら、うちのお姫様は本当に気分屋だね。ってことは今度のライブで新曲やるって話はなし？いや、新曲は必ず用意する。今回のライブは俺たちが東京で行う初めてのものだ。ただやるだけじゃ意味がない。目玉になるものを用意しなければ。今回のライブ必ず成功させろというのがダックリバー社の社長直々のお達しだからな。でもシュウちゃんは作る気ないんでしょ？一体誰が作るのさ。あ、うちの兄貴が作るのはどう？どう？いや、俺が作る。そんなに新曲がやりたいなら自分で作れとも言われたからな。ええ、カラスマ先輩、曲作れるっけ？シュウが途中まで制作したものがある。編曲して帳尻を合わせることくらいはできるさ。ただ俺が作った曲でシュウが歌う気になるかどうかは別だがな。わがままなお子様の相手は苦労するよね。先輩の気持ち俺わかるな。俺にはお前の気持ちはわからない。はるかを探しているようだが見ていないぞ。そう、まあ今日はいいや。俺はこれから部屋で作業を始める。ライブまで時間がない。静かにしていてくれ。今日は徹夜になりそうだな。コーヒーでも入れていくか。あ、俺カフェオレ。自分でやれ。おいしい。俺ブラックはダメだけど牛乳入ってるのは好きなんだ。だからって砂糖もあんなにドバドバ入れるとは。よくそんなもの飲めるな。そう言いながら俺の分も入れてくれるから、カラスマ先輩って優しいよね。シュウちゃんのわがままも何でも聞いてあげるしさ。この間はバンド一つ解散に追い込んだんでしょ？解散しろとは言ってない。ライブに出るなと言っただけだ。弱み握って圧力かけたからでしょ。突然ボーカルが失踪するなんてよっぽどだよ。しかも未だに音信不通。その上バンドも解散、デビューの話もあったらしいのに、かわいそう。それで解散したのなら、もともとその程度の奴らだったということだろう。おっかねえ。でもさ、うちのボーカルも気まぐれにどっか行っちゃいそうじゃない？そうかもな。今その気まぐれで迷惑を被っている。曲のインスピレーションを得るためとはいえ、どうしてあそこまで人を困らせるんだろうね。ただの趣味さ。他人の人生がめちゃくちゃになっても、シュウにとってはただの暇つぶしでしかない。ねえ、どうしてそこまで分かっててシュウちゃんの言いなりになるの？もしかして先輩も弱みでも握られてるとか。勘繰りが過ぎるとバカを見るぞ。俺はもう部屋へ行く。
ちょっとバカってひどくない？せめてアホって言って。アホ。ねえ、どうしてそこまで分かっててしゅうちゃんの言いなりになるの？もしかして先輩も弱みでも握られてるとか？バカにしちゃ鋭いじゃないか、カナタ。いや、今はやるべきことをやるだけだ。これか、シュウの作りかけの曲は。大枠の音数や構成は決まっているようだな。そうだな、あとはここに鍵盤でおぶりを入れて隙間を埋めるか、もしくは。よし、残りはセッションしながら詰めた方が早そうだ。曲線で作ってあったメロディーラインがあそこまで固まっているなら歌詞も載せやすいだろう。俺が編曲するまでもなく構成はほとんどできていた。これで作りかけとは。売れ線だがありきたりではない。圧倒的な音楽センスは疑いようもないな。そないに褒めてもうて大きに。いつからいたんですか？そんなんどうでもええやろ。できたんやったら早聞かせて。ようできてるやん。僕が作ったみたいに仕上がったね。曲の方向性ははっきりしていたので、あとはあなたの好みに合わせただけです。へえ、なるほど、僕好みな。レイジにこんな才能があったやなんて知らんかったわ。今度から作曲も任せようかな。気まぐれに振り回されるよりはそちらの方がマシかもしれませんね。そっか。なあ、ちょっと PC 触らして。どうぞ。レイジ、さっき言うてたよ、僕の好みの通りに作ったって。でもちょっとずれとるよ。僕好みは全体的に BPM はもう少し早め、そんでな、フィルはもっとシンプルに。消してもうたわ。ご丁寧にカラーファイルで上書きまでしてしまいましたね。ネージ、怒っとる？まさか。完成した曲をあなたが気に入らないことも、それを消そうとするだろうことも予想できていました。あっそう。じゃあ作り直しやね。のレイジ、こんな継ぎはぎみたいな曲で僕が満足するやなんて本気で思ってたわけやないよね。なら新曲は誰が作るんです？僕言うたやん、そんなに新曲がやりたいんならレイジが作りやって。せやからレイジが作って、ちゃんと一から次のライブまで時間もないんやろ。承知しました。あ、先に言うとくけど、さっきみたいな僕の真似した曲なら何遍持ってきても無駄やで。毎回消すんも手間や。あんたが一番ええと思う曲、最高の一曲を僕に持ってきて。しかし今から作るには。だから早しや、
ライブの日まで時間ないねんから大丈夫やって、なんせレイジには才能があるみたいやから。分かっていたことだが、どうする。俺が曲を作ったところでシュウが納得するとは。最高の一曲か。俺にとってそれはあの曲だけだ。この楽譜を見るのはどれくらいぶりだろう。俺のセンスで作った曲を持って行っても、シュウは絶対に満足しないだろう。だが、俺のではないセンスがそこに加われば、満足はさせられないまでも。そのために俺は、この曲までも利用するのか。この優しい曲を。よりにもよって俺はこの曲を、優しさとは無縁の感情を紡ぐために。できたんや。しかも何曲も。はい、まだ洗い出来ですが。備えに気張らんでもええのに。なんや、顔色も悪いで。大丈夫？次のライブまで時間がありませんので。そうや、そうやったね。これから順に流すので、気に入った曲を選んでください。え、なになに？マジでカラスマ先輩が曲作ったの？どんな曲なんだろうね。楽しみだな。興味ねえ。んなことでいちいち呼び出すなよ。お前らで勝手に決めろ。僕が気に入るものがあるとええな、レイジ。始めます。以上で終わりです。はいはいはい、俺最後の曲が気に入った。これまでイプシロン Y で作ってきた曲とも雰囲気違っていいじゃん。俺弾いてみたい。うん、僕も同じ意見かな。はるか君は？お前らで勝手に決めろっつったろ。つまり兄貴も俺と同じ意見ってことだよね。ね。ふん、まあ確かに唯一聴けたのは最後の曲やね。驚いたわ、レイジにこんな引き出しがあるやなんて。ほんま、次から作曲変わってもらおうかな。けどこの曲、ほんまにレイジが作ったん？昔作った曲を引っ張り出してアレンジしたからかもしれませんね。昔っていつ？初めて楽器を買った頃だったでしょうか。もうよく覚えていませんが。ふん、ほんなら楽譜があるってことやんね。見して。すぐプリントアウトします。ちゃうよ、元の楽譜や。昔の曲ってことは当時書いた楽譜があるんやろ。そっち見して。なぜそんなものを。昔のレイジがどんな試行錯誤してこの曲を作ったか、その楽譜から見えるかな思て。それともなんや見せられへん理由でもあるん？
ってきや楽譜見せられるんやったら。わかりました。この楽譜を周に見せるか。あいつのことだ。俺が作ったものでないことはすぐに、それが分かったとき、あいつはこの楽譜をどうする。今からでも遅くない。楽譜はなくし、記憶を頼りに書いたと。そういえばバカが、俺は今さら何を考えている。何よりも守るべきことは何だ。目的のためならどんな犠牲も払う、そう誓ったはずだろう。こちらです。へえ、手書きなんや。ソフト使うてない楽譜なんて初めて見たわ。さっき楽器を買ったばかりの頃に作ったとか言うてたよな。一人で作ったん？そうですが、それが。うん？この曲、僕どっかで聞いたことある気がしてな。しゅうちゃん、飲み物持ってきたよ。かなちゃん特製の甘いカフェオレ。新曲決定の乾杯でもする？乾杯は0時次第やな。とりあえず熱々のうちに僕にちょうだい。なあレイジ、この曲気に入ったわ。この楽譜も僕にくれへん？それはよかった。ええ、どうぞ。ほんま？おおきに。じゃあ今から僕の好きにするな。どうしたん？急に人の腕掴んで。僕これからこの楽譜をぐちゃぐちゃにしたいねんけど。気に入ったんじゃないんですか？気に入ったよ。だから僕の好きなようにしたいねん。それとも何？やっぱりこの楽譜返してほしい？思い入れがありそうやもんね。そういうわけでは。ただただ何？もういい加減正直に言いや。これほんまは誰が書いたん？俺の楽譜です。はあ、レイジがこないに強情やなんて知らんかったわ。いつまで僕の手を掴んでるん？痛いから早離して。そこまでしてこの楽譜を守りたいんならあんたにあげるわ。ちょっとしゅうちゃん、何してんの？烏丸先輩大丈夫？よかったな、大事な大事な楽譜が守れて。やけどしてない？今冷やしたタオルを持ってくるね。思い通りになんねえからってここまでやるかよ。見てるこっちは胸くそ悪いんだよ。胸くそ悪いんは僕の方や。新曲なんてもうどうでもええ。歌う気せえへんし、ライブなんか出たない。全部中止にして。どうすればいいですか？どうすればあなたは歌う気になれますか？何よレイジ、僕の好み分かってたんと違うん？そんな僕の気分がスカッとするようなことでも起きんと無理。そうでしたね、わかりました。ガラスマ先輩、
ラスマ先輩、なんで破っちゃうの？何がしてんだ。この曲が気に入らないからだ。俺自身がな、過去にすがりついているようでは上にはいけない。この曲は俺にはもう邪魔なだけだ。へえ。レイジ君、タオルを持ってきたよ。これで拭いて。触るな。シャワー浴びてくる。結局新曲はどうするの？カラスマ先輩の作った曲でやるの？僕が作る。気に乗ってきたから。さっきの楽譜ビリビリって、シュウちゃんの気持ちってほんと複雑だね。だからこそ僕が作る曲は誰にも真似ができひんのや。作業を始めるわ。明日にはできるから楽しみにしといてってレイジに伝えてな。何だったんだよここまでの茶番。レイジ君大丈夫かな。みんなならもう自分の部屋へ戻ったよ。シュウ君新曲作るって、明日にはできるって言ってた。そうか、なら練習のスケジュール調整が必要だな。ねえレイジ君、どうしてあの楽譜自分で破いたの？シュウの気分を変えるためだ。楽譜をぐちゃぐちゃにしたいと言っていただろう。一度はあの楽譜を守ったよね。それなのにどうして？もういいだろう。何にせよあいつが作曲をする気になったんだ。そう、それじゃあそういうことにしておくね。含みのある言い方だな。何か言いたいことがあるならはっきり言え。ううん、言いたいことなんて何もないよ。僕はただ知りたかっただけさ。君がどんな気持ちであの楽譜を守って、どんな気持ちで壊したのかを。お前が知ったところでどうなる。それもそうだね。あ、これさっき破いた楽譜全部集められたかどうかわからないけど。どうしてこれを拾った？君にとって大事なものだと思ったからだよ。違った？邪魔だと言っただろう。捨てておいてくれ。そう、残念だな。直せばまた君がこの楽譜を破いた時の顔が見られると思ったのに。ん？ああごめん、僕また間違えちゃったみたい。人の気持ちって複雑なんだね。シュウ君もレイジ君も。俺は至ってシンプルだ。え？この先もシュウが曲を作り、バンドはもっと上を目指す。そして頂点に立った時、俺の全ては報われる。